ははい、い、えー、こんにににちはレトスノーノですす、えー、月28日の3問に入る前に、えー、ご連絡いたします、えー、個別指導の募集終了まで残り2日となりましたつな、えー、げるイメージする理由を知るこれらが重要だと知っているだけでは実力は上がりません一問一問実践することで実力は上がるんです 個別指導ではこれらを実践することで短期間で合格力をつけていただきますまた万一今年不合格だったとしても合格保証がついているのでご安心くださいで合格保証の内容についても個別指導の販売ページに記載しておりますのでそちらをぜひご確認くださいえもちろんえ今年合格していただくというのが一番の目的になりますので今からであれば間に合います今年絶対合格したいという方は一緒に勉強して合格を一緒に喜びましょう で個別指導の販売ページはこちらの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認くださいでは3問に入ります A は B との間で A 所有の山林の売却について飼い主の斡旋を依頼しその売買契約が締結され履行に至った時売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても B は 停止条件付きの報酬請求権を第三者 F に譲渡することとがでできる丸かかという問題ですでこの問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいで、まあ、答えはこれは丸ですねでまず A と B との間でこの報酬契約を締結してるんですよ A さんが三輪を所有していて、まあ、これ売りたいと思ったんですね売りたいと思ったから B さんに 買い主の圧戦を依頼しました、まあっせんっていうのはまあ紹介してくださいとかね、まあ、仲介してくださいっていうまあイメージです、まあ、つまりイメージとしては B さんが宅建業者っていうイメージですねそしてこの山林が売れたらつまり、えー、A さんと飼い主が売買契約を締結したら A さんは B さんに2%の報酬を支払うわけですねで今回の質問内容でいうとこの山林がまだ売れていない、まあ、そういった状況であっても B さんは、この報酬請求権、まあ、A さんから報酬くださいよってね、えー、後になって言えるわけですよね、この売買契約が締結されれば。この請求権、報酬請求権を第三者に譲渡することができるか、まあ、つまり再建譲渡できるかっていう話ですね。で、答えはこれ、丸です。AB 間で売買契約が締結され、履行に至ること、まあ、つまりこれ、三輪が売れるってことですね。これを停止条件として、報酬契約が締結されることで、 B は停止条件付きの報酬請求権を取得しますえそしてえ民法ではこの条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は売却できるんですねつまり B さんは報酬請求権を第三者に売却することができるので丸となりますで続いて問いにですね宅券業法のハッシュ制限です 宅建業者 A は B と B 所有のコーチについて停止条件付きで売買契約を締結したと。でこの場合、宅建業者 A はコーチを宅建業者でない C に売却することができる、丸か×かという問題ですね。これも考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×です。まあ、本書はハッシュ規制の内容、ハッシュ制限の内容ですね。 ハッシュ制限の中の自己所有に属さない物件の売買契約の締結の制限という部分なんですけども簡単に言ったら他人の不動産とか保全措置をしていない未完成物件これは売却しちゃだめですよっていう内容なんですよこれっていうのはねでもちろんハッシュ規制なのでハッシュ制限なんで売り主が宅建業者買い主が宅建業者じゃないこの場合が適用されるルールなんですね でまあ、今回は売り主 A、これ、宅建業者で、買い主 C、宅建業者じゃないから、ハッシュ制限の適用があるよということです。じゃあ、今回の高地、つまり、まあ、A が C に売る土地ですね、これが他人の不動産に当たるか、つまり他人物に当たるのかどうかがポイントになってきます。で、法律では、停止上限付きの売買契約を締結した不動産っていうのはえ、他人物に当たるんですね。他人の不動産に当たります。で、今回の問題文では、この AB 間での契約って停止条件がついてるんですよで。停止条件がついた契約をしたこのコーチ、これを A が C に売るという状況なんですけども、停止条件がついているって話なので、これは他人の不動産に該当する。つまり、A は C にこれ売却することはできないんですね。売買契約を AC 間で締結することはできません。まあ、したがって、誤りになります。 これもちろんですね、この停止条件が成就していたら、この高地っていうのは A 所有のものになるんですね。ここの停止条件がもう成就している。その場合っていうのは、この土地っていうのは高地ですね。この高地、土地は A 所有の不動産になるから A は C に売却することは可能です。でも問題文では条件が成就したっていうね、記述はありませんので、まあ普通に条件は成就していないものなのだと考えていただいて、 A は C と契約できない。だから、誤りだ。というふうに答えを導きます。では、問いさんです。宅地造成等工事規制区域内において、私立高校用地の造成のため、10万平米の土地について、切り土、または盛土を行う場合、盛土規制法の宅地造成の許可を有しない。丸るかツかという問題です。で、答えは、これツですね。これは昨日の問題の類題となります。 森戸規制法でいう宅地っていうのは、農地、再造放牧地、森林、道路、公園、河川、その他政令で定める公共施設のように供されている土地以外の土地を言います。つまり、私立高校用地は、これらに当てはまらない以外の土地なので、宅地に該当するということですね。したがって、宅地造成の許可は必要となります。 ちなみに、国、または地方公共団体が管理する学校、例えば、公立高校用地ですね。これは、宅地には該当しません。つまり、私立高校用地は宅地に該当するから、森戸規制法の許可の対象となって、公立高校用地は宅地ではないので、森戸規制法の許可の対象にはなりません。という話です。で、これらは一緒に覚えてしまえば、効率的なので、一緒に覚えましょう。 そして、はじめにもお伝えをした通り、個別指導の募集終了まであと2日となりました。毎年5月から個別指導を受講した方でも、一発合格していただいている実績があります。今年はあなたに合格していただきます。一緒に勉強して、今年の合格を喜びましょう。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。